日立中央 IC 入口交差点から見た日立有料道路。現地の案内標識では起点として案内されているが、茨城県道路公社広告や茨城県国示によれば、正しくは終点とされる。日立有料道路は、茨城県日立市、助川町から白銀町に至る延長 1.6km の道路である。茨城県道66号日立中央インター線。 茨城県道路公社が一般有料道路として管理している。日立中央インターチェンジ設置に合わせ、隣接して日立中央流通団地が整備されたため、流通団地内へ分岐する道路が取り付けられている。料金所手前で分岐するので県道日立山形線と流通団地の間の通行であれば通行料は徴収されないが、日立中央インターチェンジを利用の場合は、 常磐道と別料金が徴収される。日立中央インターチェンジの料金所を抜けると、下り勾配になり、日立中央流通団地からの道と合流する。合流レーンが終わると、勾配が多少緩やかになり、橋を渡る。この時左手には、常磐自動車道の橋が見える。橋を渡り終えると、降輪トンネルに入る。トンネル内は、若干右にカーブしている。トンネルを抜けると、 車音壁に囲まれたループ橋を半円を描きながら降りると終点の茨城県道36号日立山形線の交点に到着するこの道路は日立中央インターチェンジとほぼ一体となっていることから通行料金に軽車両の区別はなく原動機付き自転車を含む 125cc 以下の二輪車ミニカー小型特殊自動車自転車などの軽車両 歩行者は通行することができない。起点、日立市、助川町厚座省、平沢2824番14地先福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。茨城県道十六号日立中央インター線に関するカテゴリー。 ありがとうございます。